わしが天下御免の YouTuber 前田圭一は、こたびの題目は戦国時代の兵糧について。さあ、至って至極簡素お話でござるけれども、意外と知らんものも多いかもしれないということで、兵糧とは何ぞや。みんなわかるか。兵糧というのは陣中食、まあ、いわゆる食料のことでござるが、戦国時代というのは合戦をいたす、この時グー腹が減って力が出ないよちゅうて、アンパンが飛んでくることはないからな、おのが死んで飯を食うわけなんじゃが、何を食っておったのかということなんじゃな。さあ、想像はつくと思う。まず一つは米じゃ。まず合戦に出申すと、これ前の動画かなんかで他の動画見てほしいんじゃけども、足軽の給料的な話をさせてもらったけども、まあ、その時にな、非常に金がない足軽の者たちでも戦に出るとなんと米が支給されます。でその米で戦場を駆け抜けるわけなんじゃけども、大体1回合戦出申すと1日あたり8合ぐらいの米もらえるんだわ。8合と現世ではなかなか米を食う機会が減ったと聞き申すけども、大体8合ぐらい、朝夜ほいで、いついかなる時に奇襲があるかわからんちゅうことで、曜日の米、この3食分でなんと8合分の米をもらえる。大体1合あたりが現世では 150g と言われてる。では皆の衆、計算してちょうよ。合戦にかかる兵の人数、1000人、1万人1000人だと、大体米の必要な量はなんと1.2トン、1200キロにも及ぶ。これが1万人であると12トン。これを大名家が準備するわけじゃから、1日だで、1ヶ月、1年戦してみ、こりゃ国の経済破綻するがやということで、合戦っていうのは勝てばもうお金持ちになれる。相手の領土を奪えるし、乱取り中で盗むこともできるで、潤うけども、戦って米だけ消費して、もう負けたらばもう金がすっからかになっちまう。ちゅうことで合戦っていうのは実は見合っただけで戦わずに帰ってしまうみたいなことも起きたぐらいなんじゃな。ちょっと話が降りてしまい申したけども、ではそんな米だけではないわけじゃ。米だけ食っとっても戦うことはできんってことで、栄養価が必要ってことで必要なものがある。それは何かと申すと、みんなが大好きな味噌なんじゃよ。おめえら好きじゃろ味噌。もうわし毎日味噌取っとるで。味噌汁は健康に、長生きにも、戦国時代も全く一緒。醤油、塩、砂糖、いいな、味噌が一番うまいんじゃない。で味噌というのはその栄養価も高いんだけど、日持ちがいい。そう、米も水を吸わして1日、いや1週間天日干しして、それを干しと言って、それでいつでも食べれるようにしとったんだけど、味噌もすごい茎があってな、茎に味噌を練り込んで、それを持っといてちょこ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 切って、それを鍋にポッと入れてグツグツグツって煮たら、なんと味噌汁の出来上がりということで、いつでも食べる。そう、インスタントラーメンのようなものをもう我ら戦国武将は開発しておったという事実を知ってほしい。そしてその米と味噌で合戦を乗り切っておった、これが戦国時代の兵糧なんじゃけども、時には兵糧丸というな、米と梅干しとか入り混じったこうネチネチネチ丸っこくした、ちょっと現世ではおにぎりとは言えんようなものもあったりしたわけなんじゃな。こういうので、まあ血生臭い場所でなんとか生き長えることができたということなんじゃ。ちなみに現世においてもたくさんの災害に備えての兵糧あるとは思うんじゃけども、我らが使っておった兵糧、現世でも大いに活躍することができますゆえに、実際に皆の衆、お長自身の屋敷で一遍災害用の飯見直して、兵糧丸や干し芋や随気に味噌を塗りたくって食べることをわしは勧めておるぞ。皆の衆、備えあれば憂いなし。また会おう。 YouTube おぬし、チャンネル登録をいたせ。